ちょっとね、デニム調でかっこよくないですか。かっこいい。いや俺ね、結構今回のラングラースポーツじゃね。で、このフロントガラスが強くなりました。うん、40万差ありますからね。でかいですよね。で、それ以外はついてんすよ、もう。はい、はい、サハラに来ましたということで、はい、ラングラー2代目、うん、サハラなんですけど、違いはね、まずフェンダー周りがカラードなんですよ。あの塗装になってま す, です、ね、であとはルーフもカラードになってます、うん、まあ、外から見て一番分かりやすい違いでいうと、その2点と、うん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 、ここがシルバーなんですね。おグリルの枠が、あのスポーツとルビコンはグレーなんですけど、うんうんうん、シルバーで、ここもシルバーですね。本当だ。で、あとはこのサハラっていうバッジがついてて、ここもメッキです。スポーツはブラックだった。ブラックでしたね。これがメッキになります、うん、いうところが違いますよという感じで、外装に関してはね、そんなに大きな違いはない。あとホイール、うんうんうん、これがオールシーズンになるんですよね、うんうん、さっきはオールテレインって言ってちょっとゴツゴツしたタイヤついてたと思うんですけど、うんうんうん、オールシーズンっていうちょっと普通のタイヤっぽいタイヤになります。で、ブリヂストンのタイヤついてますね。おで、インチも18インチになって、で、2557018、うん、だからまあ外もちょっと広くなるっていう感じですね。どっちかっていうと街乗り、コンフォート乗りに寄せたタイヤになってます、うんうん、音もうるさくない、快適性が高い、快適性が高いタイヤになってますね、うん、では中を見てみましょうか。はい、まずはもうね、分かりやすいのレザーシートですね、うん、シートがレザーに なります。で、このジープのバッジがね、うん、刺繍で入るという形ですね。で、シートヒーターはあのスポーツでもファブリックでもついてるので、うん、そこに対する差はないです。で、それとね、ちょっとカメラいいですか。これね、パワーシートがつくので、そういうことですね。パワーシートが、おお。で、これ運転席、助手席ともにパワーシートになりましたと、うん、いうところがついてますね、はい、変わったところですね。じゃあ乗っていきましょう。で、これステップついてるので、うん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 、乗るのはちょっとだけ楽になる、うん、だけどね、ステップの高さがあんま変わんないんだそもそも高いっていうね。そう、だからそこまでではないっていう感じなんですけどね、うんうんうん、まあでもちょっと高級感は出るよというところです。で、この辺周りはね、もう一緒なんですよ、うん、この辺周りは一緒、うん、で、さっきスポーツの時はちょっと見れなかったところですけど、うん、あのフィルム貼ってあったのね、うんうんうん、こういう感じで、まあ、ホームのボタンで、まあ、メディア関係ですね。で、エアコン関係とナビゲーション。ナビですね、うん、ナビゲーション関係と、まあ、スマホの接続、うんうんうん、車設定ですね。コントロール、ダッシュボード。で、まあ、オフロード、どういう感じになってますよみたいな。ピッチとかロールとかが出せたりとか。で、コントロールのところで、まあ、カメラにしたりとか、うん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 。で、設定で車両の設定ですね。これを変更したりとか。っていうのができるようになっているよと。うん、で、あとはメディア。この辺で。細かいメニューを呼び出すことができるようになっていますと。まあ 12.5 でね、大きくなったんで、かなりこの画面は見やすくなりました、うんうん、で、ちょっと試乗の時も言ってるんですけど、まあ、ただ先進性を求めただけじゃなくて、うん、ちょっと G ショック的なね、そうですね、デザインになっているので、うん、ジープさっていうのは外さずに先進装備取り入れてきたよっていうところは、うんうんうん、まあ、さすがだなというところですね。うまいですね。で、あとこの辺がね、うん、あのスポーツはあのシート生地と同じ、そうですね、ファブリックのやつだと思うんですけど、うん、これはもうシート生地と同じレーザーで、ステッチもゴールドのステッチ、本当だ、このシートと同じものを採用しているという形になりますね。かっこいいですね、はい、で、サハラに関しては、うん、デフロックとかついてないので、この辺周りは一緒、一緒ですね。もうスポーツもサハラも一緒という形になりますね、うん、はい、これもね、ちょっと高級感
出るぞっていうところで、コンフォータブル、うんうんうん、革シート、ファーシート、どうですか、キクさん的に。いや、あのシートがね、革になるだけで、うん、なんかこれ、うん、こんなにこう室内の高級感で変わるんだなと思って、なんか一気にコンフォート感出たなと思って。確かにそうですね、うん、僕ちょっとファブリックあれ本当おしゃれだなと思っちゃって。あの、わかります。わかります。そうそうそう、うん。で、シートヒーター両方ついてるんですよね。そうですね。ついてるって言ってましたね。うん、そう。革がね、ちょっと乗った時ヒヤッてするところもあるので、うん、まあ、シートヒーターついてないと寂しいなっていうのがあるんですけど、しっかりついてますよ、というところですね、うん。はい。では、まだまだいけるんで、ウービコン行きますか？行ってみましょう。それとも、後ろ行きますか？後ろ行ってから。でも、レザーシートになっただけですよ。あ、そっか。そう、そうですね。そう。一緒なんだ。一緒なんですよ、ね。うん、うんうんうん。なんですけど、まあ、じゃあ外から見たリアシートだけはちょっと撮らない。ああ、そうですね。どんなだっていうのは見たいと思うんでね。うんうん、では、ちょっと後ろをちょっと軽く見ましょうか。見ましょう。もうちょっとね、後ろにね、赤いのが見えてるんですよ。そうですね。今回、スポーツ、サハラ、ルビコンって見てるんですけど、スポーツがブラック、サハラがホワイト、ルビコンがレッドってね、色も違うんで、うんうんうん、まあ、そこも含めて楽しんでもらえればいいかなと思います。そうですね。はい。はい、こちらですね。サハラの車内なんですけど、まあ、この辺ですね、ちょっと若干、ここに USB がついてるんですよね。で150W の AC 電源がついています、うん。これはスポーツにはついてなかったですね。そうですね。サハラになるとつきますっていうと、うん。で、ドリンクホルダーがなくなっちゃったってなるじゃないですか。本当だ。はい、あれってなるんですけど、うん、そこは大丈夫ですと。スポーツにはこれがないんですけど、サハラにはこれがついてるので、ドリンクホルダーこっちに来てますよっていう、ね。そういうことですね。だ4人でゆったり乗りたいときに、ドリンクホルダーより近くになりました。うんうんうん、なるほど。これが、違いというところですかね。なるほど、そういうことですね。はい、だこの辺はもう一緒ですね。うんうんうん、うん、なります。っていうことですね。うん、びっくりしますよね。あれドリンクホルダーなくなっちゃった。そうですね。どこ行ったってなりますね。うん、こっちについたよっていう。こっちについたんですね。はい、形になります。でレザーシートですと。いいですね。このステッチ可愛いですよね。可愛い。うん。楽しんで乗れる車なんですね。そうですね。本当にね。もうね、ルビコン見たくてしょうがないんですよ。行っていいですか。行きましょう。行きましょう。来ました。大本命です、僕の中で、はい。ただでも今回ジープはキックさんが買いたいっていうところで始まってるので、うん、キックさんのラングラー購入プロジェクト、これからもやっていくんですけど、うんうんうん、ルビコン。さっきのサハラと違うのは、ここがまたグレーになるところです。いいっすね。で、ここもグレー。ここもそうですね。で、もうずっと続いてるところなんですけど、うん、ここにルビコンバシッと入ってますね。これが憧れですよね。で、ここのバッジはグレーになります、うん、あ、本当だ、うん、で、ここのバッジもグレーバッジに赤のデザインになってますね。これアンテナがついてたところですね。アンテナなくなりましたんで。で、タイヤです。もうザ・ラングラーじゃないですか、このマットテレインタイヤで、BF グッドリッチのマットテレイ、はあ、もう定評のあるゴツゴツタイヤですよね。うーん、もう岩でも何でも来いと。サイドボールもガッチリ丈夫ですと。そういうことですね。いうのがついてきますね。これちなみに17インチで、255の7517、うんうん、外の太さはこのサハラと一緒です。で、フェンダーもね、これをつけるにあたって張り出してるので、うんうん、この分長いんですよ。そうだ、この分、この分です。この分長くなってます。そういうことですね。はい、いやー、赤。赤かっこいい、うん。ルビコンですよ。これ、革シート。これ、サハラも革シートなんですけど、うん、やっぱりここジープじゃなくてルビコンになって、こう赤刺繍になる。これなんすよね。かっこいいっすね、うん、ちょっと乗ってみます。はい、どこが変わったか分かりました。実はスポーツサハラそんなに変わらないんですよ、うん、ルビコンがガンって変わるんですけど、どこが変わったと思います？ ETC カードが挿入されていません。え？ハンドル、ステアリングのステッチ？
いや、それは変わってましたね。だいぶ小さいですけどね。それは色が変わっただけなんで。いや、そんなちっちゃいことじゃないですよ。ルビコンですよ、これ。デフロック。そう、ここです。これだー。ここですね。ここに、フロント、リアのデフロック。リアだけのデフロック。これがつきます。はぁ。だしっかり、デフコントロールができると。で、しかも今回のルビコンに関しては、うん、デュアルになりましたんで、強度が上がってるんですよ。だそこもポイントですね。ゴリゴリ。ルビコンにもパワーシートがついています、うん。あ、ルビコンもパワーシートなんですね。はい、電動パワーシートがつきました。ルビコンにもつきました。ここがね、で、値段下がってるんですからね。あ、そうか。サハラもそうですけど、装備が増えて値段下がって、これがついて値段下がってるんですから。そういうことっすよね。これはね、歓喜ですね。歓喜です。で、まあ、この辺はね、あの、ルビコンになると、ルビコンの専用のデザインになりますというところですね。ちょっとカーボン調っぽいデザインになって、ステッチが上がると。かっこいいですね。スポーティーですね。で、この赤いボディカラーに、もう本当にね、ステッチも含めて、合ってますよね。ルビコン乗ってんぞっていう感じはありますね。ですね。うん、いや、かっこいいです。すごいなぁ。コクピット感が半端ないですね。で、あとはね、ちょっとね、これから夏になってくるにかけて、うん、ジープってラングラーって暑いよね、うん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 、あのフロントファイバー、あ、あの屋根ファイバーだしねみたいなのあるんですけど、うん、これルビコンに関してはこうパッドがついてるので、はあ、これで一応断熱性を、うんうんうん、断熱パッドがお気持ち程度断熱性を上げていきますというのもついてますという感じですね、うんうんうん、この辺もありがたい装備になりますね、はい、ちょっとだけ後ろ見ます。そうですね、うん、じゃあ行きましょう。はい。で、後ろのシートなんですけれども、これサハラと同じシートですね、うん、で、ステッチが赤になると、うん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 、で、この辺も一緒です。ここに USB がついて4つですね、うん、で、AC がついて、うん、で、ドリンクホルダーなくなっちゃったと思いきやこっちについてる、こっちについてるとですね。おお。ついてますというところで、ここは同じになります。一緒ですね。で、ここもパッドがしっかり。あ、本当だ。ついてる。ライナーパッドがついてます。うん。というところですね。おもちゃ感満載。いいっすね。ちょっとちょうどいいので、10日のチェックを、一回スポーツに戻って、うん、スポーツがちょっと後ろが空いてるんで、ここちょっと後ろね、うんうんうん、あの、サハラとリビコンは、後ろ壁になっちゃってるんで、10日チェックしていきたいと思います。おーい。リンカーですね。はい、ハザードスイッチです。ハイビームです。うん、フォグランプですね。はい、続いてリアです。ブレーキランプです。スモールです。右ウィンカー、左ウィンカー、ハザードです。ブレーキからのバックホグ、バックホグですね。バックです。見てきました、久保ちゃん。お疲れでした。お疲れでした。3台、3グレード?3グレード。一気見?一気見ですね。いや、もう、おもちゃっすね。ワクワクしっぱなしですね。大人のおもちゃ。大人のおもちゃですね。はい。いやー、キクさん買いでしょ、これは。いやー、欲しい。ね。うん。買っちゃいましょうよ。いやー、そこっすね。買っちゃいましょう、買っちゃいましょう。
いや、遊びに行くには本当持ってこいの車だと思ってね。そうですね。そうですね。今後もちょっとあれで動画上げたいから。いやー、本当そう。買いですね。うん、まだなんかランクルと違う良さというか、うん、もう本当にランクルは快適性とかそういうものもちゃんとあって、うん、でアクロも走れてっていう車だと思うんですけど、うん、ラングラーに関してはもうアクロを楽しむというか、うん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 、ね、なんか別にその快適さとかそういうの求めないとかっていうんだったら、うん、本当おすすめの車だし、うん、もうおもちゃとしてもすごくいいし、うん、でリセールもね、アメ車って考えると、輸入車って考えたらかなりいいですよね。そうですね、うん、なのでおすすめかと思います。ということで、実はラングラーは今回、動画内でも言ってるんですけど、うん、サハラとね、うん、ルビコン、うん、ここもね試乗で比較というか、うん、試乗もさせてもらってるんで、まあ、それもちょっと楽しみにしていただければ、うんうんうん、そうですね、最近ちょっとね動画が詰まっちゃってるんで、編集が落ちてないんでまだ他にも出ていく動画があるんですけど、ちょっと近々待ってていただければ、うん、チャンネル登録をして近々待ってていただければ、ね、通知も含めてですね、はい、ご案内できるかと思います、うん、本日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、キックボチャンネル久保でした。キックでした。